スーパーマリオカート、ピーピーピーブイ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 。え、どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。24カラットトロールドフィートスカルキャンディ24金の騙しコースということですかね。で、実はこのコース2023年12月2日に制作者さんからいただいたんですよ。ピオキング、あなたにコースを送りたいよっていう可愛らしい日本語でメッセージが来たんですけど、3ヶ月経ちました。待たせすぎなんだよごめんね、シャイドキティさん、ここまで引きずっちゃって。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0%。 そして今日のコースは珍しくユースキン、さらにはゴール条件もあるんだよね。ゴール条件が50コインを1枚取ってからゴールか。まあ、ゴール条件があるやつって中間ポイントがないからめちゃめちゃ寂しいよな。なんか来たー、開幕僕やらー。まあ、もらったのはいいんだけど、本人曰くあまりコースのクオリティが高くないですよって言ってたんですよね。またまたそんな計算しちゃって。僕はね、あなたが素晴らしいコースを作るっていうのは知ってますよ。しょうもねえな。僕の動画をよく見てる方はご存知の通り、シェイドキティさんっていう方はバグをめちゃめちゃ使う方なんですよ。で、さらにユースキンでしょ。ユースキンのバグってあんまり見ないからさ、めちゃめちゃ楽しみにしてるぜ。で、ゴール条件取っていいのかい？あさっきからシンプルな罠に引っかかってばっかりだって。チョロプーだったり隠しブロックだったりブクブクだったりよ。で、右上のハテナブロック、こいつも魚なんでねえの？ガイ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 。で、次はこのメットを投げろということですね。多分ね、かぶるっていうわけじゃないと思うんだよな。投げて一旦右上に逃げてみようか。ここが正解じゃないね。ブラパちゃんが出てきたけど、こんなブラパ簡単に避けられた。下手くそ。今日のトロールコースマジでめちゃめちゃシンプルだよね。昔ながらのトロールコースっていう感じがする。結構前に作られたやつなんかな。じゃあこのパワーブロックを待ってすぐに投げてみようか。なんでよなんでまたキャッチしてんだよ。いや、今のはマジで神業だと思う。ここさ、バネが降ってくるじゃん。だから早く右に行ってパーが取れたっていう感じなんだろうね。あいあい、こんな右に行っちゃっていいわけないですよね。この場所で派手なあんたんだけ。そうなんだろ。くそったキノコが。そういや、最近さ、赤ちゃん言葉で実況してくださいっていうコメントがあったんですよ赤ちゃん言葉ってめちゃめちゃ難しくないか。いや、当然だよね、僕産んだこともないし。いや、お前が産むわけねえだろお前性別まで超えてんじゃねえよ。とりあえず赤ちゃん言葉でやっていきます。ハテナブロックみたいなの叩いても何も出なかった。じゃあ近くのブロック行こっか。で、これはババー。いや、ちょっと待って、今の赤ちゃん言葉めちゃめちゃクオリティが低かったと思う。もう一回だけやらして。いた、左手だぶで、え、ママ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 赤ちゃんってさ、何喋んの？パパとママって言ってて、あんまり滑舌が良くないっていうイメージしかないんだよな僕じゃんじゃあもう一回いきます。いた、パパママ上のあの手の手に猫って大丈夫なんだ。上のなのなのなんかいろいろすいませんなんで僕が謝らなくちゃいけないのよ。そのコメントしてきた人が一番悪いと思いますね。スクショしてんだからな。名前晒してもいいんだからな。じゃあ、ここはトゲベッドキャブル。いや、名前晒そう。お前ちょっと待って、おっけ。いや、ちょどっか行ってくれって頼むってもうどっか行かない、もう邪魔。今日はね、ゴール条件もあるし、そんなに長くないトロールコースだと思いますよ。じゃあ、ちゃんとクリアしていこうじゃありませんか。これは上に行っていいのかな。当たっていくいって。当たった方がさ、このバブヘ壊してくれるんでねえだ。だからトゲゾーいらないと思います。そしてこのバネ、当たってしゃがむ、当たってしゃがむ、これ大丈夫。ガバグが来たぞ。いや、絶対つけつが来る。バグの次は全部のけつ。やっぱりバグが来ると心が踊ってしまうね。で、ずっと前にコメントでさ、やっぱりピオキングさんはバグが好きなんですねっていうコメントがあったんだけど、いや違うんだって、バグも好きなんだよ。じゃあ、ハテナブロック叩いたらどうなる。上から絶対何か降ってくるって。先にそこだけ確認しておこうか。特に何もない。じゃあ、これはキノコ、普通取っちゃっていいんじゃないこれ。で、右に、あバグりすぎだろそれは。いいね、こっからどんどん面白くなってくる予感しかしないよ。どんどん鬼畜になってたら僕は奇声しか発しないよ。はあ、メット
を左に蹴っちゃってよかったかな。オンオフブロックがすごく発動してるけど下に降りれましたね。さあこのハテナブロックからの豚ちゃん、下は下に行くしかないのかな。大きなドスがいる。これはスピージャンプでこの B スイッチを押してこのドスからのシャーシャバを取って僕は星様になったよ。なんか楽しくなってきたんでアギョーだけで実況していきたいと思います。あい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 いやまあ、日本語喋ってなくない？赤ちゃん言葉だったりあ行だけだったりさ、もうねあ行だけとか結構パターン化されんのよ。あーおほほほほほみたいなさ、この3パターンぐらいしかないのよ。でさ50コイン取ってないからなんかさっきと罠変わってんじゃないの。やっぱり変わってろー。うわーやだな、またさっきのところまで戻っちゃう。まだが変わってるパターンで50コイン取れちゃったよ。でもオンオフも変わっちゃってるよ。こっから先進んでいいのかい。バックフラワーを避けて先に進もうか。でも絶対ここもなんか変わってるもんね。さっき左が正解だった。そう何度も2分の1に引っかかる俺を笑え。こんな僕でもたまには皆さんに癒しを与えようかなと思います。まず皆さん目をつぶってもらっていいですか。そして想像してみてください。ここはとても空気が澄んだ街、そして目の前にはとても綺麗な川が流れてあって、その傍らで大切な方と食事でもしてるんですよ。今日はねあなたがいつも好きだと言っているたくさんウインナーだよ。そしてちゃんと少し甘くした卵焼きもついてるの。さらにでっかい夢ません。まあ僕が住んでるとこって福岡のど田舎だから、まあそんな感じなんですよ。川はねドブみたいに汚いんだよ。ははでそのドブみたいな汚い川の前でセブンで買ったザルそばを食べたのがめちゃめちゃうまかったですね。魚！いや食事ってね物じゃないんだよな。誰とどこで食べるかが問題になってくるんだよな。例えばさ花火大会とかあの屋台とかめちゃめちゃうまく感じない？実際さ屋台のもんとかだったらファミレスとかの方がすごく美味しいんだろうけど、なんでだろうね、やっぱ雰囲気って大事だよね。ここいけねえじゃねえか。ザコはすっかんだろ。つうことはこのキノコ取ってっていいのかな。であのガリガリの舌を抜けろみたいな。うわさっきはこのドカ入ったのにさ、また新しいルートなんでねえの。頼むゴール前ではないよね。そうだ思いました。こっからまだまだ長いんじゃない？それとも右のドアに入るとゴールがあるみたいだ。このハテナめ、うさかだったと思ったら何をする。ならならこの白いポンデリングが。僕ねマジでみんなにお礼が言いたいことがあって、意外とねコメントが多かったりするんだよね。それがすごく嬉しくて、いつもコメントくださる皆様マジでありがとうございます。ここは右上か、いやいや右下、いや右上行こうか。あのドアに入るまであと一回罠に引っかかる予感しかしないね。ここは隠しブロックがある。そして上から行けばいいんでしょうね。でドアに入らせてくれる。ウヨシンパウヨシンパウヨシンパ、どこに行ってんの。またケツだ、あれが来るぞ。特大ケツクサアタック特大ケツクサアタックとかさ発想が幼稚なんだって。じゃあ何もしないでいい？そうするとドアに入れるのかな。うん入れそうだね。じゃあドアで入っていきます。ゴールはゴールはまだかい？どっかに隠してるとかそういうことはないのかな。右のオンオフしてみようか。これしかないもんね。左にフラワーちゃまが出てきた。取れないよ。もう一回オンオフしてみようか。そして下に行けばいいのかな。取れないよ。じゃあさこれはもう無視。いやこれ待ってちょまえ。いやどっち下に行く。うわあのさ鉄球が出てきた場所すげえ怪しいよな。まあ いや一旦こっち行きます。で上の氷はどうすりゃいいの。フラワー様。いやちょっと待って、僕さ見つけたらいけないもん見つけてしまったんじゃない。ここで3回オンオフするじゃん。そうすると鉄球が出てくるんだよな。で下に行くのが正解みたいな。夢みんなゴール条件付きのトロールコースなのに結構長いよね。しっかりと楽しませてくれると。どうだろう制作者さんや。じゃあこれ当たっていくしかないのね。当たりの当たらだだだあんた誰よ。もうね下のクパクラがあるじゃん。あいつあんなとこに閉じ込められてるんだけど何かされそうな予感しかしないんだよな。じゃあチビになりの先に進んでいく。さあこの砲台も何がしてくれるんだろう。分かってんだ。僕はね乗らないよ下に行く。
なりまったー。なんかちょっと黒いの見えてるね。村パかな。じゃあ上に行きの左、上に行きの左。絶対砲台いなくなるって。もう早くいなくなってよ。下村パいるの分かってんだからさ、ヒップドロップすればいいのか。いや違うか、やっぱ下に行く必要がある。そしてすぐ上。そうだろ。よし、でじいちゃん。あー、本当にジェイジェイなのか。ゴールじゃなかったら許さんからな、制作者。さあゴールを見せろ。どうだ。ゴールがあるな。これは左を審判。え、これゴールできる。ガチブロックか。ちょっと待って、さから。いやいや全然クオリティ低くなくてめちゃめちゃ楽しいコースでした。50コイン1枚だけでこんなに仕様を変えてくるってめちゃめちゃすごいよね。どうもありがとうございました。あ、見て見て最速。1分53秒で書いてあるでしょ。途中間違えてコースから出落ちてしまってこんなに長くなってしまったんだよね。実際は結構かかってるよ。はい、それじゃあ次のコースは一発バリオスロープ4。サムネを見る感じ、葉っぱを取って鉄球を尻尾で上に上げながらブロックを壊せっていうコースなんじゃないかな。いやこれ面白そうなんだけど、クリア率が結構低いじゃん。そんなに難しいのかなと思って。ただ尻尾であの短い距離を運ぶだけだよ。多分あのベルトコンベヤーが逆向きでめちゃめちゃ速いからこんなにクリア率が低いんじゃないかなと思うんですけどね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.85% でさ、もう一つ簡単なんじゃねえかなと思う理由が、ゴール条件がないのよ。え、チャレンジャーたちどうした。そんなにこの敵を運ぶの難しいか。じゃあこの葉っぱを取りのこの敵を運んでいくだけ。え、そ、え、隠しブロックがあんの。え、どうしようかこれ。隠しブロックを壊しながら進んでいけみたいな。ザキャー。なるほど、難しい理由が分かったわ。この鉄球を運ぶだけだったら全然いいんだけど、全部に隠しブロックがあります。そんでさ、この月も避けなきゃいけないからマジで厄介だね。せめて月がなかったら結構簡単そうなんだけど。でもう一つ厄介なのがある。下のギャラリーがあるじゃん。あれめちゃめちゃ見にくい。今自分がどこにいるかマジで分かんないんだよな。でもさ、結構いい調子できてない？こっから、あっ、あっ、よし。お前くんなんで次つきっきりでくんなってとか、そういうおもんねえダジャレをここで一旦かましておく。あー、そこはダメだった。しかもこれさ、隠しブロックがあるやん。それを鉄球と同じ場所で叩いてしまうとこの鉄球が壊れてしまうんだよね。だからその隠しブロックを叩かないように鉄球を前にやる、前にやる。でその後ろにある隠しブロックをどんどん叩かなきゃいけないみたいだ。いやこれ面白いけどさ、難しいですよ。まあこのコースの優しいところは時間が結構あるところだね。さあ半分ぐらいいった。これでいけないから頼む、壊して。うわ、あと一マスなんだけどな。ここでいけ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 、くっそ、隠したロック邪魔くせ。え、これゴールできるんじゃないかな。いけない、これ。これでチビになりの、いや一旦上までやろうか。一旦上までやって、この月に当たらないようにする。月に当たったらチビになれないからね。これジャンプしたらさ、もう隠しブロックに当たっちゃうんだよな。いや、ちょっとちょっとちょっと、あっ、これいけない、頼む、あの人まさに入って下髪ジャンプであの隙間でいけないから、こう、よし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 、で右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 で、ハハハハハ、中になっとけばよかった。これさ、こっからどうにかしてしゃがみジャンプで連打でいけないかな。あだだだだだだ、まあ今ので右のブロックが1個でも壊れちゃったらゴールできるっていうのが分かった。こっから右ダッシュすればゴールできるんでねえの。じゃあこれで月は取ってもいいよな。いや遅っ。この間喋り続けるなんて僕には無理だよ。まだ半分しか行ってないもん。ちょっと上まで飛ばすわ。さあてっぺんですよ、ゴールの時間だ。さあマリン、そっから下に降りてゴール。あなんじゃそりゃ。え、あのゴール前さ、全部隠しブロックあんのかな。で、鉄球を下にやって隠しブロックを壊してゴールみたいな。いや、それちょっとむずくない。だからこのまま一旦てっぺん行くわ。で、ジャンプして浮遊しながらゴールしてみる。さあ、てっぺんに来ましたよ。ここでジャンプミスしたらゴールはできない。ここ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 、いやいや、これは素晴らしい一発マリオでしたね。こんなのやったことなくてめちゃめちゃ楽しませていただきました。で、これ最速が18秒やったんやけど、そんな早くクリアできる？しかもあのオリベー氏さんっていういや、すごいなと思いますよ。どうもご視聴ありがとうございました。